皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日ですね、非常に珍しいね、あの貴重な車両を、ご紹介させていただく機会に恵まれました。懐かしのねブロンプトンが入庫してまいりましたので、ちょっとねユーザーさんのご協力を得まして、ご紹介をさせていただきます。あのブロンプトンのねこう進化というか流れというか、あのなんかもう本当に感無量で、紹介をさせていただきます。で、詳しい方はね、あの、ご存知だと思いますけど、これですね、あの、今、20世紀の頃に作られておりました、ネオバイクブロンプトンと、言われているもので、当時ね、台湾製のブロンプトンということで、いわゆるアンダーライセンスですよね、で作られておりました、車両の一つです。で、多分これね、2000年型ぐらいですね。2000年型の、L3 ですね、あの、内装の三段変速の。で、当時ハンドルはもうこれしかありませんでしたから、L3、これで、になってます。で、あの非常にね、貴重というか珍しいのがですね、色がですね、パールピンクというね、こういうピンク色ですね。で、このパールピンクだけですね、当時台湾モデルって言ったら、私の記憶している範囲では赤黒と、緑黒だったかな、まあ、確かあったんですけども、このパールピンクだけですね、リアのスイングアームと、このステムですね、とフロントフォークが実はメッキになってまして、これはですね、メッキフレームのブロンプトンって、ね、ニッケルブラックエディションというのが一回出ましたけど、あれ以外にあるかしらと。ということで、私はもう過分にして知りませんで、なんかこう、非常に懐かしいです。で、なんで懐かしいかというとですね、私が初めて手にしたブロンプトンが実はこれと同じもの、これの1年後だったかな、のものなんですよね。で、それでね、あのブロンプトンの素晴らしさと、いうのに触れまして、でそれから大きく人生が変わったなというようなことをしみじみと思い出させていただいておるところです。でこのネオバイクブロンプトンね、台湾モデルとあの UK モデルがあの併売された時期があったんですけど、どう違うんですかねとかっていう話になった時に、全く別物ですというような話をしながら販売をしておりました。その心はですね、やっぱそのフレームですね、この辺とかが実はこっちに、ね、2007年型があるんですけども、あの細かく見ていくとやっぱ違うなっていうのが分かりますし、乗った時のその剛性感というかね、まあ普通のふにゃふにゃ感っていうのがもう全然こっちの方がふにゃふにゃしてるわけですっていうのは、まあやっぱね、この辺の畳む部分のこう接合部ですね、この辺の精度とか強度とか、その辺の出方がやっぱだいぶ違うんだろうねというような話を当時はしておりました。でですね、これのすげえところがですね、実はブレーキとかね、がほとんど完全にノーマルの状態で残ってるということです。で、このブレーキですね、あの昔のブロンプトン詳しい方はあの分かるんですけど、現行モデルからするとですね、信じられないぐらいブレーキが効かなかったんですよね。で、イギリスっていう国自体にそんな山がないんだから、あのブレーキ、まあ、いらないみたいですね、みたいな話をあの言い訳としてね、販売させていただいておったぐらい、ブレーキが効かない自転車でした。で、このサイドプルブレーキですね。これも、昔のまんまです。で、これはね、ここね、UK モデルのね、デュアルピボットキャリパーのものに変えるとか、あのブレーキレバーをシマノのマウンテン用のね、金属製のごついのに変えるとかいうことをしてね、制動力を上げたりとか、いろんなことをなさった方がいっぱいいたし、私もそうでしたね。で、まあ、それがなされていない状態で残ってるっていうのは素晴らしいなというところでございました。で、このグリップもね、当時のまんま。で、サドルだけはね、まあ、ちょっと残念ながらね、ここはもう消耗品で一番きつく使われるところなので、ちょっと交換をされているようですけどね。あとね、ここですね、スターメンアーチャーのこれね、多分マニアの間では、鉄シェルと言われてるやつですね。今はここの部分が、いわゆるアルミですね、になって軽量化されてるんですけど、昔はこの金属のスターメンアーチャー、この鉄ですね、のやつです。で、ここですね、このクリップですね。今はね、こうカチャンとこう止まるような仕組みになってますけど、昔のブロンプトンっていうのはそれがなくて、で、ここですね、こうなんかこうフックみたいなやつ、引っ掛けて固定しますというふうに、台湾モデルだけなぜかなってました。で、当時の人たちはね、これ結構欲しがって、この部品だけですね、確か大量に在庫して販売されてるショップさんが東京の方にあったなというふうに思い出したりしてますし、ここですね、ここのスタンド、
このキックスタンドもなぜか台湾モデルだけついてまして、UK モデルっていうのはもうなくていいんだというふうにイギリス人は考えていたらしく、なかったんですけど、台湾モデルだけこうついてますので、このスタンドが欲しいんだっていうね、これもこのスタンドだけ大量に在庫して販売されてるショップさんがあったなということを、まあなんか本当懐かしく思い出します。で、ここですね、このペダルもですね、こういう風に畳みますけど、昔のブロンプトンっていうのはここにね、いわゆるストッパーがついておりませんので、こういう風にこうなっちゃうんですよね、使ってるうちに。で、こう畳んだ時にこう当たってこんな感じで傷が入っちゃったりとか、まあしてるわけなんですけど、でもまあね、当時はブロンプトンっていうのはそういう自転車なんですよと、イギリス人はそういうことあんま気にしないみたいですよねとかって言いながら販売をしておったのを思い出しますし、それは今でも変わってないと思いますよね。もともとそういうような扱い方をされることを前提にした非常にたくましい自転車であるということは、このモデルの頃から変わってないなというふうに思います。で、実際これもね、もう20年以上立ってる車両になりますけど、まあ、保存状態ってね、ユーザーさんが手厚く保護してくれたっていうのもあるんでしょうけどね、何の不足もないというか、これはいけますよと、相変わらず走りますよというふうに、その車両なりにですね、その当時のモデルなりにちゃんと走ると。で、しかも壊れる前兆らしいものが一切見受けられませんというところも素晴らしいなというふうに思います。本当に細かいことを言えばね、UK モデルのブロンプトンのパーツがちょこちょこ入ったりはしてますけども、ここまでね、当時のオリジナルの状況が維持された車両っていうのはなかなかないぜというぐらい、素晴らしい、車両を拝見することができまして、なんかこれは一ブロンプトンファンとしてね、非常に嬉しい、ひとときでございました。